スポーツ情熱レッド甲子園で熱戦が続いております今週は甲子園の猛進野球解説者で指導者の荒木大輔さんですこんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこんにちは、うんえー、第199回 全国高校野球選手権大会夏の甲子園。昨日で、す、え、べ、ー、ての49代表校が初戦を戦って甲子園の土を踏みました。今日は雨で10円になっておりますけども、えー、で、プロ野球のペナントレースも残りは40試合前後ということで、えー、今日は高校野球とプロ野球の2本立てでお話を伺います。前半はもう高校野球中心に伺っていこうと思うんですけども、はいうん、えー、まずはね、惜しくも甲子園出場を逃しましたが、日本中が注目していた荒木だ 大輔さんの母校、早稲田実業の後輩、えー、清宮幸太郎選手の話から伺いたいと思うんですけれども、はいえー、西東京大会、準決勝高校通算107号本塁打の最多ホームランマークいたしました、まあイに並んだんですけども、改めてこの後輩の清宮幸太郎選手、はい、え先輩、荒、うん、木大輔さんから見ていて、どんな後輩ですか。いやあのー、怪物ですねやはりね、はい 皆さんがおっしゃる通り、うん、107本というホームランを、あれだけの数を打てるというのは、はい、やっぱり並大抵ではないと思いますので、あれだけ注目される中でね、うん、また力も出せるというところ、精神力の強さというものも、えー、怪物だと思います去年と比べてこう、打てるポイントがまた増えたという指摘もありましたけれども、はいうん、増えたって言いながらも、それ、大変なことなんでしょ 簡単にね、打ち方がどうとか、うん、そういうことで片付けていいのかなっていうぐらい、うん、なんかいろんなこうチェックポイントを彼なりに持ってて、うん、それをまた努力で克服してい、うんえー、った成果だと思うんですね相当練習したんでしょうね。 ね、あの家にもね、なんかこう、地下のなんか練習所があるというような話を聞いてますので、ですから、かなり、えー、やられてる、やってるんじゃないかなと思いますね、勉強と両方ね、彼は特にやってますから、うん、だから本当に寝る時間もないぐらいに、うん、え努力してると思いますけどもね、またキャプテンでしょう、はい、チーム引っ張るわけですよね、ねよくあの高校野球のキャプテンって、まあ、いい面もあるんだけど、辛い面も結構多いって聞きますけどね。あのー、やりたくないですね。 <laughs> <laughs> はっきり言って、うん、キャプテンは僕はもう、やるもんじゃないなっていうのを、うん、あ僕らの時代のね、うんえー、キャプテンを見てて、うんえー、思いましたね。うん、絶対僕はもう、その下にいた方が楽だなっていうような思いを持って、うん、なんでこんなにこう、なんか責任を感じて、うん、みんなのためにっていうような感じになら、しなければいけないのかなという感じで見てたので、本当大変だったと思います、ですから。 ですよね。はい、だ注目度もそうだし、キャプテンもやって、で、個人のバッティングの練習も相当したろうし、はい、だから充実した3年間だったことは間違いないにしても、うん、この先、じゃどういうバッターに花開いていくんだろう。まあ、いろんなこと言われてますよね。プロに行くんじゃないか、メジャーに行くんじゃないか、あるいはもう、早稲田に住むんじゃないかと言われてますけど、荒、はい、木さんから見ると、どんな野球選手、プレイヤーになってもらいたいですか僕は、あの、プロ野球でですね、はい、えー、彼が、 本当にホームランをたくさん打って、率もいっぱい残して、いく姿っていうのを見たいなというふうに思ってますね。プロでね。はい。うん、まあ、もう早くプロに行ってですね、うん、えやってもらいたい気持ちは持ってます。 もう12球団どこのチームも欲しくてしょうがないでしょうね。いや、もうあれだけ飛距離を出せるバッターというのはいないわけですから、うん、これはもう当然欲しいと思います。ただちょっと守るとこがね、彼ないので、うんうん、そこだけがちょっとネックなんですけれども。も例えばファーストってなると大体外国人選手っていうイメージありますしね。まあ外国人もそうですし、日本人選手でもかなりね、打てる選手はいますから、うん、その上に、 行くとなると、うん、いや、それはもう並大抵のことではないので、うん、今までの日じゃない努力が必要だと思いますね。ねえ。古巣ヤクルトなんて欲しいでしょうね。いや、多分もう、もう、来てもらいたくてしょうがないと思いますよ。<laughs> <え>はい。で、まあ、即レギュラーになれるかっていうと、そんな世界ではないと思いますけれども、うんはいはい ただもういっぱいこう専門家がいますからね、うん、どん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 こう教育してもらって指導を受けて、うん、もうほんと一回り二回り大きくなった清宮っていうのを見たいなと思ってますね。うん、まあ今回あの清宮フィーバーが、もう、とにかく行く先々でフィーバーフィーバーでしょ。はい、招待試合で地方に行ってその球場が満杯になるって、そんな。 っていいませんねよねそうそうねねそうでですす、ね、ありえな僕らの時代もかなり、そうやって騒がれたりとか、うん、マスコミで取り上げられたりとかってありましたけれども、うんまあ、地方の練習試合で行って、はい、ああいう状態になるということはあんまり記憶にないので、うん、ちょっと。 すごいですね、異常というか、うんはい、ありえないことがかなり起きましたね懐かしいですか、見てて。まあ、懐かしいというより、なんかやっぱりかわいそうですね、もう少しこう集中させてあげたいなというのは、ものすごく思いましたね、うん、だからもう少し、えー、記録もね、記録って言っていいのがわからないんですけども、107本という数字ですけれども、もっと打ててもいいのかなというふうに思いましたね。 あの、相手のピッチャーからすると、清宮を打ち取りたいわけじゃないですか。はい、で、当然、こう、招待試合もそうですし、練習試合も、うん、いわゆる強豪校と多く対戦してると思うんですよ。はい、そうすると、相当厳しい攻め方もされてたはずですよね。まあ、そうですね。うん、あのー、 そういう中でね、うん、これだけのホームランを打ったという実力、うん、それでまた先ほども言いましたけど、注目されている中で打てたっていうことは、うん、彼のものすごくこう自信にもなったと思いますし、うん、またあの、周りの選手もね、うん、いい刺激になったと思いますんで、うんはい、そういうものがやっぱりチーム力としてこう上がった要因じゃないかなというふうに思いますけどね。ね新キャプテンはね、野村君という。はい、まあ、あの、清宮選手 はまた違うタイプでもうちょっと小柄ですけども、ね、やっぱり清宮さんを見てて、自分も引っ張っていこうと思いましたっていうこと言ってましたよ、ね、そうですね、ですから、うん、いいあの手本、ね、に、うん、見本になったんじゃないかなと思いますけどもねちなみに荒木大輔さんの場合は、圧倒的に同年代の女性ファンが非常に多かったということで、ファンが早稲田実業の教室に紛れ込んで授業を受けていたことがあったという。 あのありました。で、お昼休みでしたかね。あの、ちょっと制服をした、着た、あの、学ランを着た女の子がいて、みんなでこう。その当時、早稲田実業は男子校ですね。男子校ですね。はい。で、その時に学ランを着た女の子がいたんで、いや、みんな騒ぎになったわけですね。 えー、授業を、だから、ちょうど僕の隣、ちょっと通路を挟んで、反対側、横のところが、休みだったんですよ。そこに座らして、うん、もう受けてけっていうことで。受けてけっていうのはい。<laughs> で、まあ、周りもみんなそんな感じなんですね。うん、女の子なんか一緒に授業受けたことない連中がいっぱいいるわけですから。うんうん、で、そこで、えー、受けていったんですけども、うん、多分あの、授業をやった先生もね、うん、おそらく分かってたと思うんですね。<laughs> だから僕はそれがすごいなっていうふうに、 騒ぎにしないで出てけっていうことじゃなくて、なんか普通に授業をして、受けさせて、終わったら帰って、帰りなさいと、帰なさい先生は言ってないんですけどね、帰ったわけですけれども、僕はだからそういう、学校の雰囲気もそうですけれども、僕はその先生がもう、素晴らしいなと思って、なかなかできることじゃないなというふうに思いましたね、そんか連絡と。 いや、もう全然知らないですね。顔も覚えてないんですけど。あの、卒業アルバムに、確か一緒になんか写真撮ったような感じがあるんですけど、ちょっと間違いでなければ、同級生もいるんで、今ガラスの向こうで、今、あの、私の所属事務所の社長が今、言いますけど、ちょっと学ラン着てる女の子がもし映ってたらっていう、レアですよね。男一色の双日に、 そうそう、アルバムにその年だけっていうね。うん、あれはでも、まあ事件ですね。ですよね。はい。まあそんだけその大輔フィーバーがすごかったってことです。<laughs> ね、さて、99回目の今年の大会。まあ、ホームランが出ていて、今38本ですか。これは去年の大会記録に並んだんですかね。えー、まあ、清宮選手ももちろんですけども、打球を遠くに飛ばす高校球児が増えました。で、実際に、あの、甲子園のマウンドに立ち続けた荒木大輔さんからご覧になっ 今あのー、まあ、ボールの問題とか、いろいろ噂では出てますけれども、ええ、それよりも、僕は今の高校生たちのこう体のこう、なんですかね、作りというか、パワーが、僕はものすごくついてきてるんだと思いますね。ですから見ていても、スイングのなんかこう、 スピードというか、うん、それと、思い切りのいい、うん、こう、振り切れる形というか、はい、だかそういうものがしっかりしているので、うん、だそういうものがこう、ホームランとしてね、うん、結果として出てきてるんじゃないかなと思うんですけどもね。はい、体格はもうみんな、今あの、ぴっちりとしたユニフォーム身につけてるんで、んでね、太ももそうだし、あと胸板、それから肩のあたり、はい、まあ、 お前、いくつだよって感じの選手多いですもんね。はい、こうあの今は、ああいうスタイルがこう当たり前になってきてるんですけど、うんうん、僕らが対戦したあの池田高校ですね。うん、はいはい。あの当時はまだユニオムちょっと緩い感じで、ダボダボの感じが多かったんですけども、うんうん、池田高校の、うん、うん 選手たちは、やっぱり今の子たちみたいな感じです。うん、もんもんがもうピッチピチになって、こう、鍛えられた形で、はい、で、胸板もすごく厚くて、うん、腕が、まあ、半袖着てると、腕がもう本当丸太、丸太って大げさかもしれないんですけども、本当に太い腕が出てる。うん、それで、まあ、夏の大会ですから、日焼けしてるので、うんはい、余計にそういうなんかこう、ごつごつした感じが、もうすごく感じられたのが、記憶にはありますね。うん、水野さんなんか、その辺もすごかったんでしょはい。あら、もう、 普通の鍛え方じゃないというような感じですよね確かあれですよね、はいあのー、当時、池田高校を率いる津田監督が、当時、まだそのウエイトトレーニングを高校野球部が取り入れる、ない学校が圧倒的に多い中で、とにかく上半身鍛えるんだってで、ず、はいぶんやったらしいですよね、顧問、ねあのー、の先生でですね、はい、レスリング上がりの顧問の先生が見えて、うん、なんかウエイトトレーニング。 を取り入れたらしいんですよはい、はい、そしたら練習の時に打球の飛び方がもう全然違ったらしいんですね、うん、それで津田監督がそれにこう味を占めてしまって <laughs> ほらやれっていうことで初めてあのチームができたんですよね。さん打たたれましたよね<ー>池田高校にはいや今まではそのあこれは外野フライだなとか外野正面だな野手の正面だなっていうふうに思って振り返ると、うん、その打球がフェンスを越えたり。うん あの外野の間を抜けていったり、うんえー、そういうことがすごくこう鮮明に残ってるので、うん、いや、もう衝撃的でしたね、あれがもう本当、3年生の時じゃなくて、1>, うん、1、2年生の時に対戦したチームがあれだったら、もう怖くて、うんうん、ピッチャーやりなかったかもしれないぐらいの打球の速さだったですねでそれが今、当たり前になっちゃってるわけでしょ、そうですだから今の時代、うん、本当、ピッチャー大変だと思います、抑えるのが。ですよね。ですから 今年、今大会もね、はい、ホームラン2本ずつ打つのが何人も出てきてですね、すごく話題を集めてますけれども、うん、だそういう、まあ技術も多分一緒にこう成長してるんだと思うんですけどもね、やっぱり体がやっぱり違うなっていう、スイングスピードですね。はいえー、あのいわゆる押っつけて、こう、右に流し打ち、まあ右バッターの場合、その打球が宇宙間スタンドに普通に入っちゃうような時代でしょ、今。はい 逆方向へのホームランっていうのが出るので、はい、これは僕らの時代では考えられないことでしたから、うん、あこれはもう本当に、もうピッチャー、これからやりたいという人間が減ってくるかもしれないですね。 一方、ピッチャーを見てましても、今大会特にそうなんですか、エースナンバーよりは10番だったり、11番だったり、はい、時には5番、6番の選手が、ね、内野手、外野手がこう投げるっていう先発が多くなってきて、はい、あの、一チームでも、その地方大会で、甲子園でも、何人かの複数のピッチャーがいないと勝ち抜けないってなってますよね。はい、あの、本当に系統で勝ち上がっていく。うん、で、本当に1試合ずつね。 ピッチャー変わって出ていく。はい、そういうチームじゃないと頂点に立てないというような、うん、そういう時代になってきてますね。うん、エースがもう初めから最後まで投げ切ってという時代ではなくなってきてますね。すねはい。稀にありますけどもね。はい、はいはい、それから、あのー、147,8キロ投げるピッチャーも打ち込まれてんでしょ、今。はい。150キロ投げても打たれますね。これもまたすごいですよね。はい、だから僕らの時代だと、140キロ出るとかなり速いピッチャーという感じだったんですね。はい、ね僕が大体140キロ前後だったんですね。はいはい で、平均すると多分135から後半ぐらいだったと思うんですけども、うん、だそういうピッチャーなんかもう、地方大会で勝ち上がれないですもんね。それぐらいだと。そう,ね、そうですよね。だ140キロ台半ばぐらい投げられて、で、変化球で例えばスライダーにしても、チェンジアップにしても、そういうすごい変化球持ってないと、まず上に行けないって感じですよね。そう、落ちるボールがないと。 あの、<ー>上がれないんですね。上に行けないので。うん、ちなみに荒木さんが、総日のエースだった頃って、持ち球はストレート以外は何だったんですか、うんまあ、あと、まっすぐと、投なげさのまっすぐとカーブ。うん、それで、今でいうツーシーンみたいですね。はい、あれが最後の方に3年生の時にちょっとこう、投げるようになっただけです。うん、あと、他の球種はプロに入ってから教わったので。はい。だから僕らは、スライダーにしても、甲子園で初めて見たとか、うん、<laughs> そういうレベルの野球だったので。<laughs> ええ だベンチに帰ると、今だから曲がった。横に曲がったって。<laughs> 小さく曲がったって。だ多分あれが、あの、テレビで見てるスライダーってあれだと思うとか、うん、そんな会話がベンチで出るぐらいのレベルの野球だったので。うんうん、いいな、それも。はい。とても、今の,このレベルではもう戦えないですね。<ー>だから、当日がね、たったら、超、うん、大東京大会で負けましたけど、はい、馬鹿にできないですね。 ですよね、自分たちはどんなことやってたのみたいな感じの野球だったので。あの、19年前に横浜高校が優勝した時のマウンド上には松坂大輔投手がいて、で松坂大輔投手が当時縦スラって言って、スライダーってのはスライドするわけだから、あの、横にこう、スーッとこう、滑るように曲がっていくっていうのはスライダーだったのが、はい、横に曲がりながらストーンと落ちるんですよ。 これ、縦スラって言って、当時僕中継見てて、縦スラを投げるピッチャーがいたっていうとこ言ってのを、あの、覚えてるんですけど、<laughs> ABC のアナウンサーはね。消える感覚でしょうね。<ー>バッターからするとね。<ー>はい、だから今、縦スラって当たり前になってるし、フォーク。はい、で、あの、単純なストレートっていうのも、これもプロ並みにツーシームだったりとかってってますね。で動かしてですね、ボールを動かして、バッターを打ち取っていく、うん、こう、技術もね、持ってるし、うん、頭もあるんですよね。<ー>だからあまりこう、むえっ、ー、と、 目一杯投げすぎると後半に持たなくなるからって言って、ちょっとこう打たそうとか、うん、うん、そういうことも簡単に彼らは <laughs> してしまうんですね。心配なのは、今その技術的にもすごく向上してるんだけども、彼らも例えばこの先、まあプロがあったり、社会人、大学野球とかいろいろあるかもしれませんが、特にピッチャーの場合って、大丈夫なのそんなに変化球投げてって思うんだけど、あの、怪我を、で、随分悩まれた荒木さんからするとどうですか あのー、あまりいいことではないですね。やっぱり技術をそこでちょっと止めてしまうわけではないですけども、ある程度こう、えー、なんですかね、もうしっかり投げる下地ができないので、だからそういうものをしっかり作っていかないと、後で困るかなっていうのは、僕はあのプロのコーチをやらせてもらった時には思いましたね。なんかこう、なんですかね、技術に走ってしまって、なんか本当の強さっていうものがなんかまだできてないというような。 そういうのはものすごく受けるので、うん、ただでもね、勝たないといけないとか、ね、勝ちたいとか、うんうん、それを止めるわけにもいかないですから、うんうん、だからね、なんともちょっと、どっちと言い切れないところがあるんですけれども、うんうん、本当だったらもう少しこうストレートを中心にどんどん攻めていって、 体力的にも技術も磨いていってもらいたいなという思いはありますね今日これから甲子園に行かれる荒木大輔さん、はい、えー、今日は順延ですけども、うんあ、このピッチャーあれ、このバッター、このプレーヤーはいいなって目についた選手っています。僕はまあ 日、野手で言うとですね、ええ広陵高校のはい、はい、あの、キャッチャーの子ですが、名前ちょっと忘れちゃってしまったんですが、はいはい、彼のなんか、まあバッティングも当然すごかったんですけど、うん、僕の、守備が、うん、守備というか肩ですね。はい、肩の強さがやっぱすごいなと思って。へぇ、これは。はい、後に聞いたら、なんかこう、U18 でもう、やっぱり全日本で選ばれてる子らしいので、やっぱ違うんだなっていう,うなのは、うん、僕はものすごくこう、印象に残ってますね。肩っていうとおり、要するに盗塁を刺すとか。はい。 あのセカンドへの送球もそうだったんですけど、うん、僕はちょうど見てたのが、えー、とバント処理をして、はい、サードで刺したんですけども、えーいや、これはやっぱすごいなと思って、前へ出ていく速さもそうですけども、も、うん、スローイングをする時のスピードですね、うん、あれはやっぱり素晴らしいものがありましたんで、僕は、えー、スカウトの方なんか当然見てますから、うん これもう20万ラ30マついてんじゃないかなと思ます。えぇ、ー、のキャッチャーっていうとね、はい、今度写真集を出すジャイアンツの小林誠司。ああ、そうですね。<laughs> で、次の日の新聞見たらですね、えー、小林以上ってあの監督がなんかコメント出てたんで。<laughs> <齢>のはい。小林以上だっていう感じで出てたんで、<laughs> ああ、やっぱすごいな,なっていうのを改めてね、えー、見ましたけどね。今度は広陵は熊本の修学館、横浜高校をね、ええー、まあ力で、 こうう伏せたとというこの対決がありますすけどちょっと楽しみですそうですね、修学館はですね、非常になんかこう、えー、鍛えられていて、うん、なんか高校生のチームというより、うん、なんか社会人チームの、なんか、うん、まあおじさんっていう言葉があるのかわかんないですけど、<ー>おじさんチームがこう甲子園大会に出てるような、うん、そんな感じを受けるので。うんあの 打撃力素晴らしいと、ピッチャーも何枚かいますんで、ね、2>, 2枚いてね、1>, はい、1人はちょっと足つっちゃったみたいですけど、梶舎監督、最後の年で、ね、梶舎さんっていうと、早稲田から社会人でもすごい人だったから、そういう教育をして、また選手たちもそれについていってるので。うんうん 最後にね、監督をこう、ドア上げしてお終わりたいというね、思い、ね、もあると思いますんで。でね、はい。結構、怖い存在になると思います。はい。えー、高校野球、この辺にしまして、はい、えー、この後のコーナーを挟んで、えー、なるほどジャパンの時間に今度はプロ野球の話を伺います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 えまずセントラルリーグ、残り40試合を切って広島カープ、2位阪神タイガースに8.5ゲーム差。えー、一旦ついたマジックは一回消えたんですが、今度は最強にもマジック再点灯と、えー、20代後半でいきますけども、カープが本当に強いですね。強いです。<laughs> 本当に強いですね。どうしてこういうチームができたのかなというようなね、え思いますけどもね。で どんどんこう選手が出てくるんですね。若い選手たちがね。はい、やっぱりそういう時って強いな。ね、またベテランもまだ負けてないですからね。荒、うんね、井を中心に、非常にこうチームをまとめているので、うん、本当に強い今チームなんで、うん、どこがこう足元を救うのかなっていうところなんですが、見当たらない感じですね。ダントツ一強ですよね。はい。はい でピッチャーも破ったとか、あの二人は大きいですね、えー、あの辺はもう本当計算できてなかったで、うん、僕らもしてなかったですし、はい、で野村にしてもね、うん、結構抑えてますよね、あの勝ち星が、ねはい、なかなかいってないですけれども、えー、やっぱりあれだけの防御率でしっかり投げきれてるっていうのは、非常にこう。 大きいなというふうに思いますね。ねえ。多分あの、カープファンの頭の中はもう日本シリーズ、クライマックスも当然勝つと思ってるんでしょうかな。いや、まあ当然そうですね。<laughs> で,すねでも、他の地は眼中にないんですよ、ね。<laughs> もうパリーグとの対決を考えてるんじゃないかと思います。はい、で、一方で、えー、読売巨人軍の低迷。まああの、13連敗っていうのがありましたけども、はい、その後もこう、いわゆる勝ちきれないっていうんですかね。そうですね。なかなかこう、むい 勝ちムードに入りきれてないんですけれども、うん、まあ、でも、このままは終わらないと思います。うん、あの、本当に最、まあ、優勝争いという話を本当はしたいんですけども、うん、まあ、そこはね、なかなか難しいですから、うん、本当に A クラス、な、うん何とかクライマックスで出られるような状態に持っていくことっていうのが今、ね、みんな頭にあると思うんですけども、うん、まあ、でも、戦力、いますからね。 元々の,あの力のある人たちは。うんうん、ですから、その人たちがうまく機能すれば、僕はベイスターズもうかうかしてられないと思いますけれども、ね、これどうなんですかあの、今3位がベイスターズ、はい、DNA ですよね。で、4位にジャイアンツなんですが、ドラゴンズ。こ,このドラゴンズも、まあ、森重和さん、ちょっとお,、はい、お嬢様がね、えー、亡くなって、でも逆にあの、チーム一丸となってるって話もあります。こういう時っていうのはやっぱりチームも引き締まるんだと思うんですけど、ね、この、えっと、ベイスターズ、ジャイアンツ、ドラゴンズの三つどもえで、 そうこも大変ですね。そうですね。はい。ですけど、まあでも、えー、そこの中心になるのは、僕はやっぱりジャイアンツだと思うんですね。はい、ジャイアンツの戦い方で当然変わってくるので、うん、えー、ちょっと、えー、中日ファンの方には申し訳ないんですけども、うん、どちらかというと、僕はベイスターズとジャイアンツがこう、ベイスターズがどこまで踏ん張れるかな、はい、と思うんですね。はい。はい で、ジャイアンツがそこに入っているか、うん、僕、そこだけだと、うん、どっちにしても、あの、クライマックスかけての3位争いってのは大変ですよね、はい、ね間違いないのは、ヤクルトが行くことはないと思います。ーー <laughs> もう、あの、真中さんが遠くを見始めちゃってるんでしょ、最近、もうかわいそうになっちゃって、怪我人が人間だけ多くなっちゃって。はい、ねあの、本当に、監督、コーチはね、僕は、うん まあ監督コーチはもう仕方がないと思うんですね。これ仕事なんで。うん、ただ選手たちがね、ちょっとどういう気持ちやってるかな。やっぱり一緒にやってた子たちも多いので、そこだけがちょっと気になっているので、うん、まあコーチ監督はいいんですよね。僕らもそうでしたけれども、うん、コーチ監督はいいんです。どうでもいいんですね。はい、もう選手たちがやっぱりどういう思いでやれるか、うん、それまたどういう野球をして、ファンの方たちに喜んでもらえるかなんで、うん、選手になんとかね、いい思いをさせてあげたいなと思います。パリーグです。 えー、大混戦です、はいえー。福岡ソフトバンクバンクホークスとに東北楽天ゴールデンイーグルス、熾烈な首位争いが続いています。荒、まあ、木さんからすると、この楽天のここまでの戦いってのは、いい意味では予想外ですかはい、もう、大予想外ですね、はいえー。前半はありだと思ったんですね。うんうん、でも、ここまでこう、彼らが粘れるというのは、全く、 予想できなかったですし、うん、想像もできなかったですね。必ず落ちると思ってたんで。はいはい、えー、まして、ソフトバンクが普通に戦い始めてからは、うん、えー、かなりプレッシャーの中の、うんえー、ゲームが多かったと思うんですけども、うん、そこでこれだけ戦えるっていうのはね、うん、これもう僕だけじゃないと思うんですね。うん、ほとんどの野球ファンの方が思ってることだと思うんですが、うん、いや、本当に面白くしてくれてます。 で、3位で激しく追い上げてきておりますのが埼玉西武ライオンズです。はい、まあ、あの、連勝は止まりました。猛烈な勢い止まったに見えますが、今日から5.5、えー、ゲーム差につける2位楽天と本拠地、えー、メットライフドームでの3連戦ということで、この3連戦は力入りますね。はい。で、これで、西武もどうなるか、だと思うんですよ。うん、これ、多分5分ぐらいだったら、うん あの、上に行くことってもう難しくなってくると思うんですね。はいええ、やっぱりしっかり勝って、うん、勝ち抜いていけば、うん、チャンスでね、当然出てくると思うので、うん。だって3連勝すればゲーム差ぐっと縮まりますよね、はい。そうですね。だからそれが大事なんですね。これ2勝1敗とかで、勝ち越したからいいやっていうような感じだったら、うんうん、僕は上に行けないんじゃないかなと思うんですね。うん、この後も。この後もね。はい、だから本当に、これからの3連戦、今日からの3連戦が、 まさに。だからおそらく辻監督も試合前にかなり激飛ばしてですね、うん、もう全部取れぐらいの感じでいってると思いますけどね。逆に言えば楽天からするとこの3連戦、まあ2勝1敗、まあ最悪1勝2敗でもいいぐらいですか僕はまだ大丈夫だと思います。うん、ただあの、現場の人たちは違いますよ、もう。やっぱりそれじゃいけないと思ってるんでしょうけれども。うんうん 奥は見た感じはやっぱりそうだと思いますね。前の楽天だったら別にね、うん、そんなに焦ることないだろうなというような感じだったんですけど、<laughs> 今年の戦い方見てると、いやっぱ本当別チームですね。これだけ変わるんだなという感じですね。そうですね。はい、えー、さてパシフィックを見てみると大きく負け越してるのは去年の日本一北海道日本ハムファイターズ。えー、そして伊藤監督の辞任が発表されました千葉ロッテマリーンズ。 あの両チームともイ評判すそんな悪くなかったんですが、はい、まあ、こういう現状ですね。特に日本ハムはね、本当にけが人が出てしまったところから、ちょっとこう歯車が狂って、うん、あ下の方に下位に低迷してしまったわけです。うん、ただあの、ロッテの方は、やっぱりデスパイネが抜けてしまった時点で、うんはい かなり戦力とすればきつかったと思うんですね。うん、その中なんで、これはちょっと伊藤監督厳しかったでしょうけど、うん、先ほどの話じゃないですけど、監督ですから、うん、これもうしょうがないと思うんですね。責任、うん、取るのは。うん、だからこれはもう、だから冷たい言い方ですけども、うん、まあ、よくやってくれました。監督ですから、もうしょうがないです、これは。そ,うそ,うねまあ、それはそうですよね、はい。怪我人が出ようが何しようが監督ですから、うんうん 出してしまった以上、監督の責任ですから、こ、ねはい、は伊藤監督にお世話になってますけど、まあ、これはもう、これはもう仕方がないことだと思いますし、ただでも伊藤監督ね、ああやって決断するっていうのは、また、うん、本当にやっぱり素晴らしい監督だなというふうに思いましたけどね。うんうんね はい。えー、もうお時間来ました。今日はこれから、えー、荒木大介さんが、うん、ああ、甲子園へ向かわれます。はい、はい。やっぱ生で見る甲子園って違うんですってね。いや、すごくこう、ワクワクしますし、うん、えー、え本当一日いても、まだずっといたいような。うんうん もうお客さん帰ってもいたいぐらいの、なんかそういう感じはありますね。大好きです。甲子園はね、行ってらっしゃいっていうよりは、甲子園ファンからするとお帰りなさいですね。そういうふうに迎えてもらえると嬉しいんですそうですね。はい。今日は12時台、荒木大介さんと一緒にお送りしました。また次回もよろしくお願いします。いどうもありがとうございました。鍛えられていて、なんか高校生のチームというより、なんか社会人チームの、なんか、まあおじさんっていう言葉があるのかわかんないですけど、おじさんチームが、 こう甲子園大会に出てるような、うん、そんな感じを受けるので、うんあの、打撃力素晴らしいと思います、ですね、でピッチャーも何枚かいますんで、ね、2>, 2枚いてね、1>, はい、1人はちょっと足つっちゃったみたいですけど、梶舎監督、最後の年で、ね、梶舎さんっていうと、早稲田から、社会人でもすごい人だったから、そういう教育をして、うん、また選手たちもそれについていってるので。うん 最後にね、監督をこドア上げして終わりたいというね、思い、ね、もあると思いますんで。でね、はい。結構、怖い存在になると思います。はい。えー、高校野球、この辺にしまして、はい、えー、この後のコーナーを挟んで、えー、なるほどジャパンの時間に今度はプロ野球の話を伺います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 えまずセントラルリーグ、残り40試合を切って広島カープ、に位阪神タイガースに8.5ゲーム差。えー、一旦ついたマジックは一回消えたんですが、今度は最強にもマジック再転倒と、えー、20代後半でいきますけども、カープが本当に強いですね。強いです。<laughs> 本当に強いですね。どうしてこういうチームができたのかなというようなね、え思いますけどもね。 どんどんこう選手が出てくるんですね。若い選手たちがね。はい、やっぱりそういう時って強いな。ね、またベテランもまだ負けてないですからね。うん、そね新井あらを中心に、非常にこうチームをまとめてるので、うん、本当に強い今チームなので、うん、どこがこう足元を作うのかなっていうところなんですが、見当たらない感じですね。ダンはい。一強ですよね。はい。はい でピッチャーも破ったとか,方とかそうです、あの二人は大きいですね、えー、あの辺はもう本当に計算できてなかったで、うん、僕らもしてなかったですし、はい、で野村にしてもね、うん、結構抑えてますよね、あの勝ち星が、ねはい、なかなかいってないですけれども、えー、やっぱりあれだけの防御率でしっかり投げきれてるっていうのは、非常にこう。 大きいな、というふうに思いますね。ねえ。多分、あの、カープファンの頭の中はもう日本シリーズ、クライマックスも当然勝つと思ってるんでしょうかな。いや、まあ当然そうですね。<laughs> で,すねでも、他のチームは眼中にないですよ、ね。<laughs> もうパリーグとの対決を考えてるんじゃないかと思います。はい、で、一方で、えー、読売巨人軍の低迷。まあ、あの、13連敗っていうのがありましたけども、はい、その後も、いわゆる勝ちきれないっていうんですかね。そうですね。なかなかこう、 勝ちムードに入りきれてないんですけれども。うん、まあ、でも、このままは終わらないと思います。うん、あの、本当に最、まあ、優勝争いという話を本当はしたいんですけども、うん、まあ、そこはね、なかなか難しいですから、うん、本当に A クラス、な、うん何とかクライマックスで出られるような状態に持っていくことっていうのが今、ね、みんな頭にあると思うんですけども。うん、まあ、でも、戦力、いますからね。 元々の,あの力のある人たちは、ですからその人たちがうまく機能すれば、僕はベイスターズも。 うかうかしてられないいと思いますけど、ね、これどうなんですか、あのじゃない努力が必要だと思いますね古巣ヤクルトなんてほしいでしょうね。いや、多分もう、もう来てもらいたくて、しょうがないと思いますよ。<laughs> ね<え>はい、で、まあ、即レギュラーになれるかっていうと、そんな世界ではないと思いますけれども、うんはい、ただ、もういっぱいこう専門家がいますからね、うん、どん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 こう教育してもらって、指導を受けて、うん、もう本当、一回り、二回り大きくなった清宮っていうのを見たいなと思ってますね。うんまあ、今回あの清宮フィーバーバが もうとにかく行く先々でフィーバー、フィーバーでしょ、はい、招待試合で地方に行って、その球場が満杯になるって、そんな球児っていませんね,よね,そ,うそ,うねそうですね、ありえないですね、うん、まあ僕らの時代もかなり、そうやって騒がれたりとか、うん、マスコミで取り上げられたりとかってありましたけれども、うん、まあ地方の練習試合で行って、はい、ああいう状態になるということはあんまり記憶にないので、うん、ちょっと。 すですね、異常というか、うんはい、ありえないことがかなり起きましたね懐かしいですか、見ててまあ懐かしいというなんか、やっぱりかわいそうですね、もう少しこう集中させてあげたいなというのは、ものすごく思いましたね、うん、だからもう少し、えー、記録もね、記録って言っていいのかわからないんですけども、うん、107本という数字ですけれども、うん、もっと打ててもいいのかなというふうに思いましたね。うん あの、相手のピッチャーからすると、清宮を打ち取りたいわけじゃないですか。はい、で、当然、こう、招待試合もそうですし、練習試合も、うん、いわゆる強豪校と多く対戦してると思うんですよ。はい、そうすると、相当厳しい攻め方もされてたはずですよね。まあ、そうですね。うん、あのー、 そういう中でね、これだけのホームランを打ったという実力、それでまた先ほども言いましたけど、注目されている中で打てたっていうことは、彼のものすごくこう自信にもなったと思いますし、またあの、周りの選手もね、いい刺激になったと思いますんで、そういうものがやっぱりチーム力としてこう上がった要因じゃないかなというふうに思いますけどね。新キャプテンはね、野村君という、はい、まあ、あの、清宮選手 とはまた違うタイプで、もうちょっと小柄ですけども、ね、やっぱり清宮さんを見てて自分も引っ張っていこうと思いましたっていうことを言ってましたよね。そうですね。ですから、うん、いい、あの、手本にね、うん、見本になったんじゃないかなと思いますけどもね。ねはい、はい。えー、まあ、ちなみに荒木大介さんの場合は圧倒的に同年代の女性ファンが非常に多かったということで、ファンが、早稲田実業の教室に紛れ込んで授業を受けていたことがあったという。 あの、ありました。で、お昼休みでしたかね。あの、ちょっと制服をした、着た、あの、学ランを着た女の子がいて、みんなでこう。その当時、早さ田実業は男子校です男子校ですね。はい。で、その時に学ランを着た女の子がいたんで、いや、みんな騒ぎになったわけですね。 えー、業を、だから、ちょうど僕の隣、ちょっと通路挟んで、反対側あ、横のところが、休みだったんですよ。そこに座らして、うん、もう受けてけっていうことで。受けてけってう。はい。うん、で、まあ、周りもみんな。受けさんから見ていて、どんな後輩ですかいや、あのー、怪物ですね、やはりね。うん、皆さんがおっしゃる通り。うん、で、107本というホームランはあれだけの数を打てるというのは、うんはい やっぱり並大抵ではないと思いますので、あれだけ注目される中でね、うん、また力も出せるというところ、精神力の強さというものも、えー、怪物だと思います去年と比べてこう、打てるポイントがまた増えたという指摘もありましたけれども、はい、増えたって言いながらも、それ、大変なことなんでしょ。 簡単にね、打ち方がどうとか、うん、そういうことで片付けていいのかなっていうぐらい、うん、なんかいろんなこうチェックポイントを彼なりに持ってて、うん、それをまた努力で克服してい、うんえー、った成果だと思うんですね相当練習したんでしょうね。 ねあの、家にもね、なんかこう、地下の、なんか <laughs>、練習所があるというような話を聞いてますので。ですよね。はい。うん、ですから、かなり、ええー、やられてる、やってるんじゃないかなと思いますね。勉強と両方ね、うん、彼は特にやってますから、うん、だから本当に寝る時間もないぐらいに、うん、ええー、努力してると思いますけどもね。またキャプテンでしょはい。で、チーム引っ張るわけですよね。ねよくあの、高校野球のキャプテンって、まあ、いい面もあるんだけど、辛い面も結構多いって聞きますけどね。あの、やりたくないですね。 <laughs> はっきり言って、キャプテンは僕はもうやるもんじゃないなっていうのを、うん、あ僕らの時代のね、うんえー、キャプテンを見てて、うんえー、思いましたね。うん、絶対僕はもうその下にいた方が楽だなっていうような思いを持って、うん、なんでこんなにこう、なんか責任を感じて、うん、みんなのためにっていうような感じにならしなければいけないのかなという感じで見てたので、うん、いや本当大変だったと思いますですから。 ですよね。はい、だ注目度もそうだし、キャプテンもやって、で、個人のバッティングの練習も相当したろうし、はい、だから、充実した3年間だったことは間違いないにしても、うん、この先、じゃどういうバッターに花開いていくんだろう。まあ、いろんなこと言われてますよね。プロに行くんじゃないか、メジャーに行くんじゃないか、あるいはもう、早稲田に住むんじゃないかと言われてますけど、荒、はい、木さんから見ると、どんな野球選手、プレイヤーになってもらいたいですか僕は、あの、プロ野球でですね、はい、えー、彼が、 本当にホームランをかなりたくさん打って、率もいっぱい残して、いく姿っていうのを見たいなというふうに思ってますね。はい、プロでね。はい。うん、まあ、もう早くプロに行ってですね、うん、えやってもらいたい気持ちは持ってます。もう12球団どこのチームも欲しいってしょうがないでしょうね。いや、もうあれだけ飛距離を出せるバッターというのはいないわけですから、うんうん、これはもう当然。 欲しいいと思いますただちょっと守るとこがね、彼、ないので、うんうん、そこだけがちょっとネックなんですけれども、まあ、例えばファーストってなると、大体外国人選手っていうイメージありますしね、まあ、外国人もそうですし、日本人選手でも、かなりね、打てる選手はいますから、うん、その上に行くとなると、うん、いやー、それはもう並大抵のことではないので、今までの日じゃない努力が必要だと思いますね古巣ヤクルトなんて欲しいでしょう、ね、いや、た分もう、まあ、もし映ってたらっていう、そうですねレアですよね。はいえー 男一色の双日に。 そうそう、アルバムその年だけっていうね。まあ、うん、あれはでも、まあ事件ですね。ですよね。はい、まあそんだけその大介フィーバーがすごかったってことです。<laughs> ね、さて、99回目の今年の大会。まあ、ホームランが出ていて、まあ38本ですか。これは去年の大会記録に並んだんですかね。えー、まあ、清宮選手ももちろんですけども、打球を遠くに飛ばす高校球児が増えました。で、実際に、あの、甲子園のマウンドに立ち続けた荒木大輔さんからご覧になって 今回の,そのホー、ムラン量産ですね、はい、これどうご覧になりますあのー、まあ、ボールの問題とか、いろいろ噂では出てますけれども、ええ、それよりも、僕は今の高校生たちのこう体のこう、なんですかね、作りというか、パワーが、僕はものすごくついてきてるんだと思いますね。ですから見ていても、スイングのなんかこう、 スピードというか、うん、それと、思い切りのいい、うん、こう、振り切れる形というか、うん、だかそういうものがしっかりしているので、うん、だそういうものが、こう、ホームランとしてね、結果として出てきてるんじゃないかなと思うんですけどもね。体格はもうみんな、今、あの、ぴっちりとしたユニフォーム身につけてるんで、んでね、太ももそうだし、あと胸板、それから肩のあたり、はい、まあ、 お前、いくつだよって感じの選手多いですもんね。はい、もうあの今は、ああいうスタイルがこう当たり前になってきてるんですけど、うんうん、僕らが対戦したあの池田高校ですね。はいはい。あの当時はまだユニオンちょっと緩い感じで、ダボダボの感じが多かったんですけども、うんうん、池田高校の選手たちは、やっぱり今の子たちみたいな感じです。モンモンがもうピッ ピチピチになってこう鍛えられた形でで胸板もすごく熱くて腕がまあ半袖着てると腕がもう本当丸太丸太って大げさかもしれないんですけども本当に太い腕が出てるそれでまあ夏の大会ですから日焼けしてるので余計にそういうなんかこうゴツゴツした感じがもうすごく感じられたのがお記憶にはありますね水野さんなんかその辺もすごかったんでしょはいあらもう 普通の鍛え方じゃないというような感じですよね。確かあれですよね。はい、あのー、当時池田高校を率いる津田監督が、当時まだそのウエイトトレーニングを高校野球部が取り入れる、ない学校が圧倒的に多い中で、とにかく上半身鍛えるんだって、はいうずいぶんやったらしいですよね。そうですね。あのー、顧問の先生でですね、はい、レスリング上がりの顧問の先生が見えて、うん、なんかウエイトトレーニング、 を取り入れたそしたら練習の時に打球の飛び方がもう全然違ったらしいんですね、うん、それで津田監督がそれにこう味を占めてしまって <laughs>「ほらやれ!」っていうことで初めてあのチームができたんですよね荒木さん打たれましたよね<ー>池田高校にはいや今まではそのあこれは外野フライだなとか外野正面だな野手の正面だなっていうふうに思って振り返ると、うん、その打球がフェンス越えたり、うん、あの外野の間を抜けて <laughs> 一方、ピッチャーを見てましても、今大会特にそうなんですか、エースナンバーよりは10番だったり、11番だったり、はい、時には5番、6番の選手が、ね、内野手、外野手がこう投げるっていう先発が多くなってきて、はい、あの、一チームでも、その地方大会で、甲子園でも何人かの複数のピッチャーがいないと勝ち抜けないってなってますよね。はい、あの、本当に系統で勝ち上がっていく。うん、で、本当に1試合ずつね。 ピッチャー変わって出ていく。はい、そういうチームじゃないと頂点に立てないというような、うん、そういう時代になってきてますね。うん、エースがもう初めから最後まで投げ切ってという時代ではなくなってきてますね。はい、すねはい。稀にありますけどもね。はいはい。はい、それからあのー、147,8キロ投げるピッチャーも打ち込まれてんでしょ、今。はい。150キロ投げても打たれますね。これもまたすごいですよね。はい、だから僕らの時代だと、140キロ出るとかなり速いピッチャーという感じだったんですね。はい、僕が大体140キロ前後だったんですね。はいはいはい で、平均すると多分135から後半ぐらいだったと思うんですけども、うん、だそういうピッチャーなんかもう、地方大会で勝ち上がれないですもんね。それぐらいだと。そう,ね、そうですよね。はい、だ140キロ台半ばぐらい投げられて、で、変化球で例えばスライダーにしても、チェンジアップにしても、そういうすごい変化球持ってないと、まず上に行けないって感じですよね。そう、落ちるボールがないと。はい あの、あ<ー>上がれないんですね。上に行けないので。うん、ちなみに荒木さんが、総日のエースだった頃って、持ち球はストレート以外は何だったんですか、うんまあ、あと、まっすぐと、投げ、うんまあ、たのはまっすぐとカーブ。うん、それで、今でいうツーシームみたいですね。はい、あれが最後の方に3年生の時にちょっとこう投げるようになっただけです。うん、あと、他の球種はプロに入ってから教わったので。はい、だから僕らは、スライダーにしても、甲子園で初めて見たとか、<laughs> そういうレベルの野球だったので。ええ だベンチに帰ると、今だから曲がった、横に曲がったって、<laughs> 小さく曲がったって、たぶんあれがあの、テレビで見てるスライダーってあれだと思うとか、うん、そんな会話がベンチで出るぐらいのレベルの野球だったので、うんうん、いいな、それも、とても今の,このレベルではもう戦えないですね、<ー>だから、双日がね、たった状態が東京大会で負けましたけど、はい、馬鹿にできないですね。 自分たちがどんなことやってたのみたいな感じの野球だったので。あの、19年前に横浜高校が優勝した時のマウンド上には松坂大輔投手がいて、で、松坂大輔投手が当時、縦スラって言って、スライダーってのはスライドするわけだから、あの、横にこう、スーッとこう、滑るように曲がっていくっていうのはスライダーだったのが、横に曲がりながらストーンと落ちるんですよ。これ縦スラって言って、当時僕中継見てて、縦スラを投げるピッチャーがいたって言うとこ行っての、 あの、覚えてるんですけど、<laughs> ABC のアナウンサーがね。消える感覚でしょうね。<ー>バッターからするとね。だから今、縦スラって当たり前になってるし、フォーク。はい、で、あの、単純なストレートっていうのも、これもプロ並みにツーシームだったりとかってしてもらって、<の>今回のそのホームラン量産ですね。はい、これどうご覧になりますあのー、 まあ、ボールの問題とか、いろいろ噂では出てますけれども、それよりも、僕は今の高校生たちの、こう、体の、こう、なんですかね、作りというか、パワーが、僕はものすごくついてきてるんだと思いますね。ですから見ていても、スイングのなんかこう、 スピードというか、うん、それと、思い切りのいい、うん、こう、振り切れる形というか、うん、だかそういうものがしっかりしているので、うん、だそういうものが、こう、ホームランとしてね、結果として出てきてるんじゃないかなと思うんですけどもね。体格はもうみんな、今、あの、ぴっちりとしたユニフォーム身につけてるんで、でね、太ももそうだし、あと胸板、それから肩のあたり、はい、まあ、 お前、いくつだよって感じの選手多いですもんね。はい、うあの今は、ああいうスタイルがこう当たり前になってきてるんですけど、うんうん、僕らが対戦したあの池田高校ですね。はいはい。あの当時はまだユニオンちょっと緩い感じで、ダボダボの感じが多かったんですけども、池田高校の選手たちは、やっぱり今の子たちみたいな感じです。モンモンがもがうピッ ピチピチになってこう鍛えられた形で,で、胸板もすごく厚くて、腕が、まあ、半袖着てると、腕がもう本当、丸太、丸太って大げさかもしれないんですけども、本当に太い腕が出てる、それでまあ、夏の大会ですから、日焼けしてるので、余計にそういうなんかこう、ゴツゴツした感じが、もうすごく感じられたのが、記憶にはありますね水野さんなんか、その辺もすごかったんでしょはいあれはもう 普通の鍛え方じゃないというような感じですよね。確かあれですよね、はい、あのー、当時、池田高校を率いる津田監督が、当時、まだそのウエイトトレーニングを高校野球部が取り入れる、ない学校が圧倒的に多い中で、とにかく上半身鍛えるんだってんで、ず、はいぶんやったらしいですよね、顧問、ねあのー、の先生でですね、はい、レスリング上がりの顧問の先生が見えて、うん、なんかウエイトトレーニング。 を取り入れたそしたら練習の時に打球の飛び方がもう全然違ったらしいんですね、うん、それで津田監督がそれにこう味を占めてしまって <laughs> ほらやれっていうことで初めてあのチームができたんですよね荒木さん打たれましたよね<ー>池田高校にはいや今まではそのあこれは外野フライだなとか外野正面だな野手の正面だなっていうふうに思って振り返ると、うん、その打球がフェンス越えたり、うん あの外野の間を抜けていったり、うんえー、そういうことがすごくこう鮮明に残ってるので、うん、いやもう衝撃的でしたね、あれがもう本当、3年生の時じゃなくて、1>, うん、1、2年生の時に対戦したチームがあれだったら、もう怖くて、うん、ピッチャーやりなかったかもしれないぐらいの、打球の速さだったですねそれが今、当たり前になっちゃってるわけでしょそうですだから、今の時代、本当、ピッチャー大変だと思います、抑えるのが。ですよね。ですから 今年、今大会もね、はい、ホームラン2本ずつ打つのが何人も出てきてですね、すごく話題を集めてますけれども、うん、だそういう、まあ技術も多分一緒にこう成長してるんだと思うんですけどもね。